ワンフライデーファイツ772024年8月30日金曜日タイルンピニースタジアム写真ドリッシュの首相撲からの膝につかまるニッタ下キク黒三角第2試合フライ級ムエタイ3分 3R マルオマールドリッシュイタリア KO3R2 分16秒ミニストレート×ニッタソー一郎、クロスポイント吉祥寺神殿は空手ボクシングを経て17歳からキックボクシングを始めた 2019年2月にプロデビューすると10戦無敗の快進撃を続けたが2021年10月のノックアウトで力也に初黒星2022年4月にはイノベーションスーパーフェザー級王座をダッシュし7月のライジンで大我と対戦するも判定負け10月には上城に延長 R で勝利して再起したのも束の間 12月に初代ノックアウトレッドスーパーフェザー級王座決定戦でクイヒロムに K 大負けを喫した2023年4月のイノベーション王座防衛戦はドローで防衛に成功7月にはクラッシュに乗り込んだが目黒翔太に判定負け2024年5月のワンフライデーファイツ初出場ではジャンジン風に判定負けとなかなか勝ち星をつかめなかったが 8月のノックアウトで山本太一に初回 TKO 勝ちを収めた。戦績は11勝、5KO、5敗4分け。ドリッシュは WBC 無栄大欧州王座獲得の経歴があり、戦績は28勝12敗。1R、まずは神殿が左ローで様子を見るかと思いきや、いきなり緩急をつけた左ハイキック。ドリッシュはワンツーを伸ばしてくるが、神殿はバックステップ。 ロープを背にした神殿にドリッシュは右ストレートを当て、組むと膝蹴り。左インローからの右ストレートで反撃する神殿にドリッシュは首相撲からの膝。離れるとパンチで前へ出るドリッシュ。神殿はミドルをキャッチされる。ロープを背にして右ストレートを打つ神殿だが、前に出てくるドリッシュに左ミドルを蹴ってもバランスを崩してしまう。コーナーに詰まった神殿にパンチをまとめるドリッシュ。 神殿はロープ図体に逃げるが、打ち合ったところで右フックを打たれダウンを奪われる。2R、右カーフを蹴っていく神殿。ドリッシュは神殿の右ミドルをキャッチしての右ストレート。パンチを出して前へ出ていくドリッシュに神殿も打ち合い、左フックをクリーンヒット。動きが落ちたドリッシュにパンチをまとめて右フックでダウンを奪い返す。膝蹴りと左右フックで追い込む神殿にドリッシュは組む。 右カーフからパンチで襲いかかる神殿だがドリッシュに組まれる。ドリッシュが反撃に転じ、ワンツー、そして首相撲からの膝蹴りに神殿が倒れるがダウンにはならず。ドリッシュのワンツーを頭を下げてディフェンスする神殿。ドリッシュの猛攻に左フックから打ち返してさらに逆転するが、ドリッシュはすぐに反撃に移る。額をカットして流血するドリッシュ。3R。 前に出てくるドリッシュはワンツーの連打と右ロー。神殿も右ローと左右フックで反撃もドリッシュの圧力に下がる。右肘を振る神殿。頭を振りながら前へ出る神殿。2ストレートを打つが、すぐにドリッシュはワンツーの連打を打ち返す。右の連打をもらう神殿。ドリッシュの膝と肘に下がる神殿は右ストレートを打ち抜かれてダウンし、レフェリーがここでストップした。